広く浅いチャンネル。はい、どうも。あ、今日のこれなんだっけ、ノコギリクワガタの割り出しを。割り出し、違う、炊き出し。炊き出し、違う、掘り出し、掘り出し、割り出しです。産卵して1ヶ月経っているのでちょっと出してみたい。いきます。いいよ、いい、出してみよう、うん、メス出してない。メスどこに。そう、メスはもう取ってる。あ、ちょっと、え、大丈夫、新聞紙がちっちゃ、卵が、あ、幼虫、幼虫になってるかも。やったじゃん。わかんない、でも幼虫いるよ、ここ。お前は、あ、いた、メスは、メスあそこ入れてどこ、あ、メス、はい、いいや。スプーン使う。うん、それでいいか。ちょっと短くして。かわいいね。元気。幼虫になってたじゃん。やっぱプリンカップ買えばよかったね、禁止の。うん、もういい。もうどさってひっくり返していいと思う。そうだ。そうだ、やってんの。え、落ちた？幼虫。ちょっと待ってね、卵とかその辺にあったから。幼虫、新聞紙ちっちゃかった、うん、すごいやん。なんか幼虫こんなにいた気がするの。どんどん、あ、いた、え、どこ。ちょっと待って待って、あ、いるじゃん、ちっちゃい。どうしようか、これ抜けて、あ、ちょっと出たばっかりやね、これ。うわ、ちっちゃい。あ、すごいすごいじゃん。家で繁殖できるよ、クワガタは。ちょっと大きなミスを犯した。うん、幼虫とかを置いとくものを用意してなくて、うん、入れるケース。そうじゃん、触らないよ。それ聞いてる、うん、こういうのちょっと探してる、うん、なんか卵が何個か変えてるっぽい、うん、それ卵の変えた、うん、嘘、幼虫がもしかしたらどっかに木の中で、もとか外に出てるのはこれだけだから、木の中にはもっと大量にいるかもな。取った幼虫どこ行った？あそこ置いてあるのか、うん、やっぱなんかカップが必要じゃない、うん、それ。うわ、すげえ、ハサミムシ見てる、口が、すごい。ちょっと待って、カップを探してこよう。待って、じゃあ続いてまた割ってみましょう。結局卵何個でしょう？わかんない。10個、5個ぐらい、6個ぐらい。幼虫は、幼虫は1匹、結局から幼虫1匹救出して、みたいな、ここに終わりました。幼虫見せて、幼虫を最後にちょっと映して、元気だね、うん、はい、お兄ちゃん見せるわ。さあ、あれが1週間経ちました。もう一回出して取り出して禁止瓶の中に移そうと思います。今どこにいるの？うん、見つける？見つからなかったらどうなるの？いねえじゃん。うん、ありえるよね、うん。消えてなくなってる。脱走した？はい、じゃあ見つかるまで飛ばします。あ、行った。おお、幼虫だ。いた。本当だ。ただあんま育ってないね。はい、いました。じゃあこれを禁止瓶の中に。じゃあ開けてみる。ね、どこどこ？開いた。移していく。あ、はい。禁止瓶の準備ができました。入れます。ポ。はい。どこにいた？あ、それだ。動いてるね。動いてる？うん。お、もうすげえ、うん、いるね、うん、透明だね、それだ、綺麗、かわいい、透明だよ、目で見えるより見えるやん、うん、カメラの方が、
かわいい。じゃあこれが元気にクワガタになってくるといいね。そうだね。はい、こうやってクワガタ遊びも本格的にやりましょう。てかママの手袋がそれ、あ、なんかもういいよ。あ、いた、いた。あれ、もしかしてこっちにもいる。いたじゃん。お、いな、こっちは穴だけど。すごい、この子がここに入ってたのかも。うん、いた、この子最初にいた子だ、きっと、うん、ちょっと大きいの。入れて、やった。おお、まだいるかも。うん、もういないの。どっか探してみたらいいかもね。もう爪生えてるんだね、ちょっと。今回の幼虫収穫2匹でした。いたの。これ卵だ。もうこれ買いそう。これはちょっと今日やめてよ。以上です。またね。またね。チャンネル登録よろしくね。よろしく。